こんにちは、ミスターポーです。スポーツをテーマに、独自の視点から勝手な解釈をしていく、こういうコンセプトでやらせていただいています。今回のお題は、性別、障害を超えたアスリートというお題ですね。オリンピックっていうのはですね、今、大きな過渡期にあると思ってるんですね。で、その性別と障害の問題をいかに、解決していくか、これを迫られていると思います。このオリンピックっていうその舞台に関して言えばですね。で、性別と障害の問題をオリンピックという枠の中でどう乗り越えていくのか、性別を超えたアスリートと障害を超えたアスリート、この2人のアスリートに注目しながら、この問題をですね、紐解いていきたいと思っております。今日も張り切って、いきたいと思います。まずですね、この性別を超えたアスリートなんですが、キャスター・セメンヤっていう南アフリカの女子陸上選手に、ちょっと注目していきたいと思っております。2016年のリオ五輪、リオデジャネイロオリンピックで陸上女子 800m で金メダルを獲得した選手なんですね。で、翌年に行われたロンドン世界陸上でも金メダルを獲得しています。で、このセメンヤ選手なんですが、体の構造的には女性なんですね。で、戸籍上も女性なのですが、医学的には両性具有といって男性と女性、両方の性を持ち合わせているという体の構造になっているわけですね。で、セメンヤ選手、これ生まれながらにですね、女性として育てられていまして、2016年に、同じ南アフリカの陸上選手の男性と結婚されてるんですね。ということはメンタルも女性だったんですね。で、この両性具有というのは、2000人に1人の割合で、生まれてきますので、これ自体そんなに珍しいことではないんです。ただ、このオリンピックにおいては微妙な立ち位置にあるんですね。これ大した記録を出してなければね、そんなに問題はないんですけども、セメンヤ選手、これリオ五輪で、驚異的なタイムを出して、金メダルになったんですね。で、同じ種目に参加した女子選手から、あいつは絶対男だってっていう感情をです表に出させてしまった、引き出してしまったっていうかね、で、レースの後に検査が行われることになった。で、この検査がレイプみたいだったっていうことでセメンヤ選手がコメントしたことで、ちょっとした問題になったのですが、検査の結果、セメンヤ選手の体には卵巣がなかったんですね。で、さらに精子を作るその精巣があった。でも体の構造的には女性で、これ医学的には両性具有というその判断になるんですが、男女別に、分けられた競技に当てはめようとすると、これ判断が難しくなるわけですね。で、結局セメンヤ選手、女性と判断されまして、金メダルを剥奪されることはなかった。で、過去にこの両性具有と分かった選手は、これね、実は何らかの圧力がかかって、試合に出れないっていうことが、多かった。そういうことが繰り返されてきたんですね。で、性転換した選手も同様の扱いを受けてきた。そういう歴史があるんですね。表にはなかなか出てこないですけどね。で、これには理由がありまして、男性が性転換を受けると戸籍上は女性になるわけですよ。で、社会的にも女性として認められる。でも、もともと男性ですから、女性ホルモンの投与を止めるとあっという間に男の体に戻ってしまうわけですね。で、もともと身体能力が高い人だったら、これ戸籍上の女性という立場のままとんでもない記録を出していくということになるわけなんですね。で、もしこれを悪意を持ってやられるとですね、これまで女子選手が出した世界記録はもう軒並み塗り替えられる。もうそうなると競技そのものがもう成り立たないということになるわけですね。で、これを IOC はドーピングの一つとして位置づけている。そういう節があるわけですね。だから逆に言うと、両性具有の選手や、性転換をした選手に対して、そのオリンピックの競技が、男女別になっているっていうのは、そのオリンピックの弱点と言っていいかもしれませんね。で、現在オリンピック種目になっているほぼ全ての競技が男女別になっているわけなんですね。で、一方、社会全体を見ると、LGBTQ などのその性的マイノリティの人たちを受け入れるその枠組みっていうんですか、そういう仕組み、これがどんどん社会でできてきてる。管理職や政治の場面でも男女の境界線、これを感じることが少なくなってきてますよね。だから男性が外で働いて女性が家でみたいな、こういう概念も変わりつつあるということでしょうね。で、見方を変えると、その現在行われているオリンピック、これはね、なんていうんですかね、もう男女差別に他ならないと言っていいかもしれませんね。で、この男女における社会の変化に対して、オリンピックはかなり遅れているように感じるわけなんです。で、このオリンピックが次のステージに進むためには、避けて通ることのできない問題ではないかと思うわけですね。で、そういった中でこの問題を解決する突破口になりうる競技があるんです。オリンピック競技で唯一、性別関係なくメダルを争っているのが、馬術。実際に過去のオリンピックの馬術競技で、メダリストになった、女性選手がいるんですね。ここから、もう一人のアスリートに注目していきます。そのアスリートっていうのは、1952年、ヘルシンキ大会ですね。ずいぶん前の話ですね。1952年のヘルシンキ大会で銀メダル、準優勝に輝いた、デンマークの選手、リス・ハーテルという選手がいます。で、このハーテル選手、馬場馬術という種目でね、銀メダルを獲得してるんですね。で、しかもこのハーテル選手ですけど、障害者でもあったんですね。両足の膝から下に麻痺がありまして、馬に乗るのも降りるのも介助が必要だった。で、このハーテル選手は、4年後のメルボルン大会でも準優勝して銀メダルに輝いている。ですね。ですからアスリートとして本物だったということが言えるんじゃないかと思いますね。性別の垣根もなく、障害の有無も関係ない、オリンピックの本来あるべき姿を馬術という競技を通して垣間見ることができるのではないかと考えております。で、ここから勝手な解釈をぶちまけていきたいと思いますね。で、今現在ですね、世界的なスポーツの大会っていうのは大きく3つあります。世界選手権、ワールドカップ、あとオリンピックとパラリンピックですね。で、この3つの大会で、役割を明確にすることで、性別と障害の問題、これを解決できるのではないかと考えております。例えばこの世界選手権。世界選手権は例えばですよ、個人競技の大会と位置づけるわけですよ。で、今まで通り男女別の個人競技で世界新記録を目指す。世界中から派遣標準記録をクリアした選手たちが一堂に集まるプロフェッショナルな大会と位置づけることによって、この世界選手権を成り立たせる。で、もう一つ、ワールドカップ。このワールドカップは団体競技の大会。もう団体競技専門の大会と位置づける。で、あらゆる団体競技の世界一を決めるという立ち位置というか位置づけにするとね、いいと思ってます。で、オリンピックとパラリンピック、これはね、もうクーベルタン男爵のオリンピック構想というのがありますから、位置づけとしては平和の祭典になるわけですね。オリンピックとパラリンピックを融合させて、年齢、性別、障害に関係なくメダルを争うことができる競技をこれどんどん採用していく、増やしていく。で、例えばその世界中にあるマイナー競技の中にはですね、もうすでに年齢性別を問わない競技がたくさんあるんですね。だからそういった競技をオリンピック・パラリンピックでどんどんこう採用していくことで、新たなオリパラの形が見えてくるのではないかと勝手に解釈するわけですね。これかなり勝手なことばっかり言っておりますが、これぐらいのことをしないとですね、オリンピックの未来もスポーツの未来もないのではないかと、考えております。私事の話ですが、昔ですね、通っていたすすきののおかまバーがあるんですね。で、そこのママに言われたことなんですけども、あんたはさ、男らしさとか女らしさとか言ってるけど、あたいは人としてという価値観しか持ってないわけよ。どっちが進化した人間だと思う？って言われてね、言葉に詰まったことがあったんですね。で、言葉に詰まってたら、そのママが、それ教えてあげるから、今日うちに来る？って言ってきたんです。次回もマニアックに攻めていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。